皆さんこんばんは。ついにね、今日がやってきました。もう、あと、残り4時間で今年も終わりです。今日のね、夕飯はもちろん年越しそばってことで、今ね、茹でてもらった先行のね、そばが来ましたんでね、こちらいただきたいと思います。このそばはね、まあ、乾麺なんですけど、毎年うちでね、決まってるね、銘柄があるんで、それをね、食べています。それから、まあ、薬味でね、ネギとわさび、それからなんかローストビーフと、野菜のね、サラダがあります。これね、ホースラディッシュね、チューブですけどね、出しました。ドレッシング玉ねぎです。はい、というわけで、今ね、夜の7時45分ぐらいなんで、紅白始まったらしいですね。でも、ちょっと私はね、見ないと思うんで、他の番組見て、ちょっと早めに、YouTube も見たいし、はい、年越しの瞬間まで過ごそうかなと思ってます。まあ今年はね、言わずもがなでね、まあ感染症の影響があってね、自粛とかで皆さんが、たくさんね、苦しまれたと思うんですよ。で、まあ私は身体障害があるので、コロナというか、そういう流行がなかったとしても、まあね、自殺禁止みたいなものだったとは思うんですけども、個人的にはね、耐え忍ぶ年であったと思います。で、家族とのね、不安もかなりね、あって、ストレス的にはね、限界値をね、超えた時がね、何度もありました。もう人間としてのね、モラルとか、人格が崩壊しそうなね、時、まあ実際崩壊したと思いますけど、何回もね、ありましたんで、もう、苦しいとか辛いとか、もうそういうレベルじゃなくてね、地獄をね、家で何とも体感しました。まあそれでも年末ね、なんとか最後の精神科の通院の時に、まあ家族と、まあ私の主治医がね、長く話してたのを見てて、ちょっと何を話してたのかは私は診察室の外だったんで、わかりませんけど、あんなに長く話し込んでることは今までなかったし、その後にね、家族がね、私に対する接し方が変わったように、感じてて、ここ数日はありがたいことに、今まで何だったんだという思うぐらいね、割といい、空間ができてます。まあ、ちょっと今日はね、昨日の夜の風の影響で、ね、倒れた、鉢植えのね、ラックを直すときに少し口論になりかけましたけれども、それでも、まあ、それだけで進んでて、本当に今までの状況から考えるともう確実にね、言い争うこととかも減ってるんで、このままの勢いでね、来年も、もうなるべく穏やかにね、ほんと過ごしたいなと思っていますし、気持ちよくね、過ごしたいと思ってます。で、株の投資に関してはね、まあ今年の、まあ6月から、まあ8月ぐらいにかけてね、まあ本格的に今始めたようなものなんですけども、そこからまあ今年、損益通算ね、して、まあ、複数のね、証券会社合わせて、プラスのね、利益でね、残すことができました。約170万です。会社員の平均年収には半分にも及ばないっていう金額なんですけれども、まあ、個人的にはね、成績は良かったと思ってます。それは、ただ自分の実力ではなくって、今年の、その株式市場だったりとか、世の中のね、状況が、まあ、手助けになって、恩恵をね、受けれた。ということだと思っていますので、決してね、来年も気を緩めることなくね、確実に自分の、資産がね、増えていくように行動していきたいと思いますし、まあ、自分のね、誤った、行動については、やっぱり、まあ、それなりに、次に結びつくように、分析するなり、まあ、ある時はストレスをね、溜めないように忘れることだったりも必要だと思ってるんですが、うまく対処していきたいなと思ってます。ただ、ゴールは、今年の損益、まあ、170万プラスっていうのを来年は超えるっていうことを目標にね、しています。どんだけ早くてもね、いいと思ってるんで、早いうちにね、達成できたらね、もうそこで休みに入ってもいいと自分では思ってます。来年の目標は、今年の利益を超えること。もちろん、マイナスで終わるなんてことはないようにしたいと思ってますんで、まだね、年が変わる前なんですけども、今のうちにね、宣言しておこうと思います。というわけで、まぁ、ちょっとね、食べるところはね、もう割愛していいですよね。私が別にご飯食べるところを楽しみに見てる人はそんなにいないと思うんで、
まあでも、せっかくなんで蕎麦食べときますか。きちんとね、箸置きも使っております。で、あと残りね、二つ箸置きがあるはずなんですけども、年末の掃除で見つからずですね、今この、とても渋い箸置きで対処してます。っていうね、トークをしてる間に、第2弾のね、蕎麦が茹で上がって、こっちね、同じ蕎麦なんですけどもね、せっかくなんで、今茹でたての方をね、いただこうと思います。みずみずしいですよ。じゃあ、これはこのまま食べるとかもやった方がいいのかな。ちょっとじゃあ、お蕎麦のね、香り楽しみましょう。うん。うん。まあ、乾麺ですんで、どこまでね、大きな期待はできませんが、まあ、ツルツルでね、美味しいですね。では。はぁ、一年長かったなぁ、今年。正直ね、明るい未来をね、描くことが一番大事だとは思うんですよ、人間の心としては。ただ、やっぱり感染症もまだ収まってないどころか、今拡大してますし、すぐにね、一朝一夕で状況がね変わるとは思わないです。なので現実的な話をねすることも私としてはね大事だと思っていて、明るい状況だけをね語るっていうのはね、ある意味なんかそこが浅いなと思うんですよ。なので苦しい状況とかにも、逃げることなく自分がね、まあ、命を落とさない程度に、悩んで苦しんでっていうふうにも生きていきたいなと思います。まあ、来年もね、多分何回かね、多分精神的に落ちちゃうことがあると思うんで、その度にはね、病んだ動画をね、出すこともあるというふうに先に言っておきます。けど、まあ、そういう時も、まあ私はある意味それも人間の当然の感情で、ネガティブなことは決して悪いとは思っていないので、まあ見てくれる方もそういった感覚でまあ流すなり、まあ見るなり自分で選択していただけたらなと思います。で繰り返しになりますが、まあこのチャンネルは自分の趣味でやってるもので、まあ例えば YouTuber の人みたいに、たくさん視聴者を集めるためにサムネイルにこだわってとか、なんかタイトル作業してとか、サムネ作業してとか、3秒に1秒 BGM をつけてとか、そういうことをするような、チャンネルではないので、まあ、正直そういったものを求める方は、他の、チャンネルを、視聴していただけるとありがたいなっていうのが、率直な気持ちです。はい。というわけで、まあ、お蕎麦もね、一口食べ終わったんでね、今、7時52分ぐらいですかね、なりました。皆さんもね、いい年をね、お迎えください。まあ、引き続き、年越しそば食べてるんですけど、私、オリンピックも興味ないし、年明けのマラソンも全然興味ないんですけど、気がつけばですよ。この間のサスケで、私、スノーマンの、なんかリーダーが、セカンドステージに進んだ時に泣いたし、今、ライジン見てるし、思えば去年の年末もライジン見てたわと思いまして、だ多分、なんか好きな分野が偏ってるんだと思った。スポーツは、フィギュアスケートも、なんだろう。野球もサッカーも全く興味ない。囲碁も将棋も興味ないんですけど、サスケは見てるし、ライジンも見てるわ。そう言われてみれば。